山田美悟は日本のテコンドー選手。2018年のアジア競技大会で銅メダルを獲得した。空手の道場を運営する父親の影響で3歳から空手をたしなむ。聖隷中学校に入学、中学1年生の時、父親の勧めでテコンドーを始める。聖隷高校卒業後、大東文化大学文学部英米文学科へ進学、金井洋監督に師事する。大学卒業後も働きながら、競技を続けることを決意、就職を控えた大学4年時の2015年11月、リオデジャネイロオリンピックの最終選考会の試合中に転倒、右膝靭帯を損傷する大怪我を負う。その後、約1年間リハビリとトレーニングを続け、復活を遂げる。2018年のアジア競技大会で銅メダルを獲得。2017年から2019年にかけての全日本選手権では3連覇を果たし、東京オリンピック内定を獲得。現在は、城北信用金庫の職員として、国内外の大会に出場している。2014年のアジア競技大会で、銅メダルを獲得した山田祐真は実刑。2020年東京オリンピックのテコンドー女子49キロ級では、蘇柏に10から9。陳斎満に16から7で勝利し、同階級の準決勝に日本選手で初めて進出した。準決勝ではパニパクウォンパッタナキット22から34で敗れ、3位決定戦に回ったが、ティアナ・ボグダノビッチに6から20で敗れた。ありがとうございます。